はい、どうも皆さん、こんにちは。ななゆうです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の問題は最大最小ですね、条件付き最大最小の問題で、まあ最小対値を求めようという問題です。ABCD はすべて正の数で A たす B たす C たす D が4を満たすときに、この K の最大値を求めようという問題ですね。まあ条件付き最大最小の問題の中ではまあ結構シンプルな方だと思うんですけども、まあ、実際やってみると結構難しいと思います。答えを出すのは簡単ですけれども、きちんとした証明をつけるのは難しいと思いますね。で、まずは、微分法に持ち込んで、スタンダードな証明をしてみます。それから2番目に相加相乗平均を使ったうまい方法を提示します。それから3番目に、ラグランジュの乗数法を使った微分法を使った証明ですね、別証を与えたいと思います。それではまず、一文字消去による三次関数に帰着させる方法ですね、それからいきたいと思います。ABCD はすべて正の数でっていうふうにありますが、まあ、これ順序をつけることができますね。2のまあ形にその順序をつけて、その順序をつけたものに対して消去すると、例えば、まあ、どの一文字を消去してもいいんですけれども、仮にですね、A が一番でかいとしましょうか。どの一文字も消せるんですけれども、こうとすると、で、そうすると4イコール A たす B たす C たす D、 A たす B たす D は4D よりも大きくなりますよね。 D が一番小さいので、したがって D は1以下というふうになります。で、この D を消去するという形にしたいと思います。D は4マイナス A プラス B プラス C ですよね。これ2の1文字について消せるので、一番小さい文字について消すという、そういう手法です。A たす B たす C を3変数の対称式を、STU と置きましょう。 AB たす BC たす CA を T、ABC を U と置くですね。そうすると、これは4マイナス S という形になって、S は、3以上4以下未満ということになりますね。こんなような式ができます。いいですかね。で、これが1以下というこの式ですね。これから出てくるってことですね。移行すればいいってことですね。で、もう一つ式を作る必要があります。a-1 の2乗足す b-1 の2乗。これ完全に a=b=c が1の時が、統合成立するっていうことを見込んでこういう式をつけてるわけです。2倍の A たす B たす C と足す3となりますね。で、ここは、S の2乗マイナス 2T という形になり、ここはマイナス 2S たす3で、これ0以上ですから、これによって、2T が、S の2乗マイナス 2S プラス3となって、T は2分の1 S の2乗マイナス 2Sプラス3という形で抑えることができます。この統合成立条件は当然A イコール B イコール C イコール1なんですけれども、それが後になって効いてきます。で、もう一つですね、 U ですね。こことここの関係は3分の A たす B たす C の、3乗がこうですね、U ということなので、3分の Sの3乗が U ということで、27分の S の3乗が U 以上ということになります。で、これでその K の式を書き換えていきます。K の式は、
3、4変数の、基本対象式の一つですけれども、まあ、D を消去するので、K イコール ABC たす、ABD たす ACD たす BCD となってますが、まあ、ABC だけちょっと置いといて、ここ D でくくれば D括弧、AB たす BC たす CA っていうふうに基本対象式が出てきますね。で、ABC は、U でしたよね。それから D は 4-、ABC A たす B たす C なので S と、それから AB たす BC たす CA は T なのでこうですよね。でここで、この式およびこの式を代入して不等式で、評価します。上からですね、27分の 1U の3乗が入り、それから 4-S の、それから2分の 1、S の2乗マイナス 2S プラス3と。であとはこれの3次関数を、まあ、調べていけばいいんですね。これかなり計算面倒でしたので、まあどうでしょうかね。この方法が、いいのかどうかちょっと疑問に思うぐらい計算が面倒くさかったので、こんな風な感じになります。でこれ、まあ、この3次関数を KS とかと置いて、これを KS とかと置いて、で、微分すればいいんですね。で微分したら当然3が出てくるだろうという見込んでですね、これ計算すると3代入すると当然0になります。54分の25の S-3 と、それから S-25 分の、33となって、片方は、3より小さくなるんですね。だから、グラフはこんななって、まあ、3の時の値がここですから、プラスからマイナスに、転じるわけで減少関数になります。したがって、元々の KS のグラフは、まあ、今3次関数ですけれども、まあグラフはだいたいこんな感じになってるんですけどね、こんな感じになってるんですけど、まあ3の時ちょっと違うな、6からですから、こんな感じですかね。ここが6なので、でここが3の時が4なので、こんな感じですね。で今3から4の時の値だけを見ればいいので、ここから、ここまでですね、4の時の値はプラスですね。まあこれ、まあ関係ないですけど、3から4まで見ればいいので、 S が3から4で、MAX は K3 ということで、 K の3の値に代入したら4ということになります。で統合成立条件が、ここで使っているので、この不等式ですね、この不等式によって当然、A イコール B イコール C イコール1というのを使っているので、当然その、イコールにならないといけないんですね。全部の統合が成立しないと最大値が4ということが言えませんが、ここの統合も、この統合は A イコール B イコール C イコール、まあ結局1ってことですよね。全部同じだってことなので、まあ、A イコール B イコール C ってことですよね。で、ここの統合もこの統合も A イコール B イコール C イコール1ということなので、まあそれでその全部1っていうことが分かりますですね。で S イコール3で、かつ、A イコール B イコール C イコール1で、D も1ということになります。で最大値は4。
ということになりますね。これが答えです。これが第一の方法ですね。見た目以上に計算がめんどくさいので、もうちょっと簡略する方法があるかもしれませんけれども、まあなんか手取りよく計算をしたらこんな風になりました。K-S のこの微分のところがすごくめんどくさかったですね。はい、2番目いきましょう。相加相乗平均を使った解法ですね。これは K を2つに分けます。もともとの式を AD とこう分解すると B たす C と、それから BC と A たす D とという形に分けます。で、まあ例えば B たす C とか A たす D とかは、ルート AD は例えば2分の A たす D という形にこう相加相乗平均の関係を使うことができますよね。でこれを2乗すれば AD は、2分の A たす D の2乗という形にかけます。したがってこれもいきなりここの部分に相加相乗平均を使います。それぞれ使います。そうするとこれは、AD は2分の A たす D の2乗かける BC になって、一方 BC の方は2分の B プラス C の2乗とかける A たす D という形になって、これ4分の方が出てきますけど、4分の1、A たす D と B たす C でくくると、中身は A たす D が1個出てきて、それから B たす C が1個出てくるので、全部の和になるんですね。つまりここ全部4ですよね。これ計算したら A たす B たす C たす D イコールなので4になって、結局 A たす D かける B たす C という形になります。でここでもう一回相加相乗使うんですね。つまりこれ2分の A たす D と B たす C との2乗という形に持ち込むと、これが4分2分の、これ全部足して4ですから2乗ということになって4というのが出てきます。で最大値を保証するのは統合成立条件を調べなきゃいけなくて、ここで統合成立する場合とここで統合成立する場合それぞれチェックですね。で最初は、ここの統合が成立するのがここからここに行くのが A イコール D ですね。それから、後半のこの BC がこれになるのが B イコール C ですよね。で、2番目のこの不等統合ですね。ここですね。ここの統合成立条件は A たす D が B たす C ですね。で、A と D はもともと同じなので 2A イコール、2B になってしまって、結局 A イコール B にもなります。ということで、全部等しいんじゃんっていう話になるわけですね。A イコール B イコール C イコール D と。ということで全部1だということになります。で統合成立条件がちゃんとあるのでマックス4が保証されて最大値が4ということになります。この時ですね。これが相加相乗を使った解法ですね。これすごくシンプルでいいかなと思います。はい、次は、ラグランジの乗数法ですね。これは大学1年生の教養の範囲なので、まあ高校レベルを超えてますけれども、まあこれでもちょっと考えていきたいと思います。まず、この乗数法を使うときは気をつけなきゃいけないのはこの、最大値とか保証されているかどうかっていうところが曖昧な場合には、使えませんよね。でまず K イコール、まあ、ABC たす ABD たすとりあえず計算ができるかどうか ACD たす ABCD とチェックしていきましょう。条件は A たす B たす C マイナス4イコール0という条件のもとでのこれの最大値ですね。
ということで、偏微分を計算します。出る K 出る A ですね。で A について偏微分を計算すると、BCD のこう一番最後の問い項以外は全部消えるわけですよね。ここが0になって、あとは全部係数が残るから、これ BC 足す、CD 足す、まあ、これ順番変えると、BD か BD 足す CD という、これ3変数の、A を除いた3変数の対称式ですね。になりますね。A を除いた3変数の対称式ができるので、全部これも同じです。だから B を除いたものなので、AC 足す AD 足す CD と。ラウンド K、ラウンド C とかも同じで、C を除いたやつですね。AB 足す AD 足す BD と。それからラウンド C、K、ラウンド D というのも、これも AB 足す BC 足す CA と。3変数の対称式が出てきますね、それでね。で、一方、こっちの条件の方ですね。この条件月の方のこの条件の方は、全部偏微分すると1が出てきます。したがって、まあラウンド K からラウンド A、 ラウンド K、 ラウンド D までのものが、1111と平行っていうことですね。ラムダ倍省略しちゃって、もう平行っていう形に書いてしまいましょう。そうすると全部、結局値が同じってことですね。例えばこれとこれが等しいっていうふうに置けば何が出てくるかっていうと、C と D のところですね。AB プラス BC 足す CA イコール AB 足す AD 足す BD と。こうすると AB が消えて、で、移行すると、BC マイナスプラス CA マイナス AD マイナス BC イコール0となりますね。で A でくくると、A と C マイナス D の次は C でくくると、 B でくくると C マイナス BD か、B でくくると C マイナス D ですね、イコール0となって、C マイナス D の A たす B と出てきます。ってことはプラスなので A たす B はプラスなので C イコール D ですね。 A たす B はプラスより結局 C イコール D というのが出てきます。で今、ラウンド C とラウンド D のところをイコールで結んだときに C イコール D って出てきたので、ここを結べば当然、同じ要領で、B と C に関する対称形になっているので B イコール C が出てくるはずですよね。でここは、イコールで結べば A イコール B が出てくるはずです。3変数の対称式で、それぞれの文字を除いたものなので、当然これが出てくるわけです。ということで、まあ、このラグランジュ乗数法は解ける形になりますね。結局 A イコール B イコール C イコール D は全部等しい時で1111っていう時が極地の候補だということです。これが極大極小の極地の候補ということになります。これしかないですね。ただ注意していただきたいのは、そのこれでもう完了っていうわけではいかないですね。なんでかっていうと、そもそも最大値を持つのか最小値を持つのかもう保証されてないし、これはあくまで候補だけであって、これからすぐに最大値とは言えないわけです。で、そもそも、最大値がなかったりするかもしれないわけですよね。で、それを避けるためにどうするかというと、今これ ABCD はプラスと正の数というふうになってるんですが、今 ABCD は正の数という条件で、かつ A たす B たす C たす D は4という形になってるわけですけど、これに縁をつけます。だから ABCD は全部0以上という形にして、かつ A たす B たす C たす D と、
こういう集合にするんですね。まあ、こういうふうにすると、D は誘拐兵集合になります。だから例えば D というのを、まあ、例えば ABCD の R の4乗の中で、全部正でしかも A たす B たす C たす D が4とっていう集合をすると遠くと、これはまあいわゆる第一象限に相当するところですよね。まあ、4乗からグラフ書けないですけど、図画書けないですけど、第一象限に相当するところは縁がついてるので平集合です。かつ、長平面です。A たす B たす C たす D イコール4っていうのも、平集合だから、交わりも平集合になります。で、かつこれは、A が0から4まで、B が0から4まで、C が0から4まで、D も0から4までなので、結局直径が誘拐になるわけですね。ということで、これは誘拐平集合です。で、誘拐平集合上での、D 上の実数値連続関数は最大値最小値を持つというのが保証されています。D 上の、実数値連続関数ですね。関数はマックスとミニマムを持つと。という保証されたものがあります。で、最終値は明らかに K イコール0ですよね。 K が0です。ミニマムはなんでかっていうと A イコール B イコール0とすれば0になるからです。これそれ以外にもあります。2の2文字を0としたらもう0になっちゃいますよね。だから最小値は境界で取るということになります。だからまあこの極値の候補である111は最小値になり得ないということですよね。これ縁つけないと、いくらでも0に近づけるけれども0にはならないので最小値なしになるわけです。でも縁をつけると最小値が0ということになるわけですね。で、あと どんな議論をするかっていうと、まあ、要するに最大値は縁で取らないっていうことを言わないといけないですね。マックスは境界で取らないと。で、境界というのはその1文字が0のところも境界ですよね。例えば D イコール0とした場合にこれも境界になります。で、この場合には A たす B たす C が4っていう形になって、これはその3変数のその平面ですね。完全にこれこんなような平面になりますよね。この平面上で全体がいわゆるその D の縁になるわけです。この平面上の点は全部縁になるわけです。だから境界になってるんですね。で、ここ上では最大値が、4より小さいってことを言わなきゃいけないです。まあ、要するに最大値取らないってことですね。で、この場合は D が0なので S イコール、計算すると D が0ってことは ABC ですね。で、ABC はこれ、3分の A たす B たす C たす相加相乗平均の関係によってこうなりますよね。ということはこれ3分の4の3乗で、27分の64ということで、これ4より小さいですよね。ということで、これが最大値ということにはなりません。つまり縁で最大値を取らないということが分かりました。つまりどれも文字が0でないときには、それは D の内転であり、文字が0でないときは、そもそもこの D の内転なわけですね。だからその点が内転であり、それは境界ではなく、そこでは極地の候補というか最大値は極地のところのみになるわけですね。ということで ABCD が、全部1の時のこの極地の候補の時に限られることになり、マックスは4ということになります。はい、ということで、まあ微積分を使った方が見通しはすごくいいですね。ただししっかりとしたその議論をつけないと、まあ誘拐平集合上で考えるとかですね、そのそれ上の実数値連続関数はマックスとミニマムを持つみたいな、こういう定理を、用いないとしっかりとした証明にはならないということに注意してください。はい、
まあこれ後半はね、学生用の大学生用のなんか、問題になりましたけれども、まあ一応これ高校生の問題として、しかも大学入試問題はちょっと難しすぎるかもしれないですけど、オリンピックの問題としては適切な問題かなというふうに思いますので、取り上げました。参考にしていただければ幸いです。それでは失礼いたします。